さっきもご紹介しましたが、98年の世界大会ダブルハンド部門のチャンピオン、チャンピオンです。これは別にレディース部門ではないです。男も入ってのチャンピオンということで、そうなんです。あのアレックス・ガルシアも、それから永瀬拓実も全部やっつけてしまったのがこのジェニファー・ベイブルック。そうですね、世界のトップですからね。そう、現在トップですからね。ぜひも今日はこのプレーをね、目に焼き付けて帰っていただきたいと思いますね。この辺がジェニファーのダンスが入ってますけどね。そうですね。はい、綺麗ですね。まあ、やっぱりあのジェニファーというか、この世界チャンピオンレベルになると、技の方はもちろんなんですけども、あの見せ方っていうかね、そうですね、リズムの乗り方といいますか、まあ、この辺がやっぱり素晴らしいなと思いますね。そうですね。ジャッジがね、今日クリスタルフォン楽しみにしていることということだったんですけれども、これの個性の出し方というか見せ方もね、重要なポイントになってくるんじゃないでしょうかね。ね、やっぱり個性を生かして、はい、そうですね、皆さん頑張っていただきたいと思いますね。はい、青ライディングホースです。ジェニファーにクロスします。ね、そして右手がパンチパイ。やっぱりあのミスが少ないですね。そうですね、さすがですね。どうなんでしょう、今日のあのこちらの大会でね、例えばあの難しい技に挑戦して、失敗してしまうのと、もう自分が確実に出せるものを安定して出すのとね、まあ、この辺も作戦の一つになってくるですね。そうですね、難しいところですね。そうですよね。せっかくのステージですからね、出し切ってね、やってほしいですね。そうですね、はい、オールレインバー、綺麗ですね。おー、綺麗、そのままでいきます。さすがですね、一回もキャッチせずに入って、そしてバーストのリフトですね。あー、すごい。皆さん拍手でしょう、この辺の拍手。岩沢さんね、これね、ヨーヨー持ってなくてもできないですよ、手の動き。まあ、そうですよね。はい、頭こんがらがしますから絶対できないんです、これ。ジェニファーなんですけれども、あのホワイトハウスで大統領の前で演技をしたこともあるそうですよ。何もしかして、クリントンの前で？はい。クリントンちゃんの前で？はい。あの、クリントンさん、それ見てどう言ったんでしょうね。いやー、いろいろね、いろんなこと考えたと思いますよ。そうですね。なんかあのお尻触られたりとか大丈夫だったんでしょうか。はい、ということで、ジェニファー・ベイブルックでした。はい、